それでは今日も元気に見て強くなるソフト点数塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチの宇宙トーン、シュンです。よろしくお願いします。今日のテーマは世界選手権予選会を徹底分析、上岡選手のスゴプレー解説ストローク編。上岡選手ね、やっぱり改めて動画まじまじと見ると、うん、形がまず美しい。崩れないですよね。ほんと崩れないですね。今回あのサーフェスがクレーコートだったんで、上岡選手のフィジカルの強さがなんかアドバンテージよりになってたなと思います。やっぱクレーって球がそんなに弾んだりしないので。上岡選手身長大きいじゃないですか、はい、多分180ぐらい、そうですね、それぐらいありますよね。だと思います、はい、でウッチーのシュートボールもやっぱネットスレスレで低い弾道で飛んでくるんですけど、それがしっかりこう自分が低くなって、うん、足の力を使ってバカーン打ち返したんで、序盤はね割と上岡選手もなんかちょっとイージーなミスがあったりとかするんですけど、徐々にこう立て直していくし、そこでね普通はすごいな上岡選手って思って終わっちゃうんですけど、今日はなんでそれができるのか、この動きができるからだよねっていうのを塾長なりにちょっと解説していきたいと思いますので、はい、上岡選手のようなプレーをできるためにはこれが絶対に必要だぞっていうところですね、はい、ぜひ見ていってください。早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。見て強くなるソフトテニス塾では札幌ソフトテニススクールを開催しております。毎週水曜日の7時9時がエキスパートクラス、毎週木曜日の6時7時がキッズクラス、7時8時が基礎クラス、8時9時が応用クラス、4クラスのスクールを開催しております。最近ですね、ありがたいことです、ね、会員の方もすごく、はい、増えてきておりまして、各クラスですねちょっと定員にもうすぐ達しそうな状態ではありますので、はい、まだ数名のね空きはございますので、ご興味ある方はぜひ番組下概要欄のスクールのページを見てみてください。キッズクラスっていう、木曜日の6時7時のクラスはまだテニスをやったことない子たちにぜひ来てもらいたいクラスでありますので、これからソフトテニスをやってみようかなっていう方がいましたら、一番下はね年少さんがいます。それぐらいの年齢からでも全然ねできますので、ご興味ある方一度体験無料ですね、来てみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。ではまずこちらのシーンをご覧ください。はい、見てもらった通り上岡選手の右ストレート逆クロス方向への美しいフォームから放たれるシュートボールですねを見てもらいました。でこれまず何がすごいのかっていうとですね、このシーンだけじゃなくて全てに言えることなんですけど、上岡選手は常にストロークをいつでも打てる状態でずっと動いてます。この試合を最初から最後までずっと見てもらって分かるんですけど、股関節が曲がる姿勢、ヒップヒンジをして、でなおかつ背中も丸くならないし腰も反らない、背骨がしっかりまっすぐでヒップヒンジできた状態、もう常にです。どこのシーンを切り取ってもずっとこういう姿勢、打ち終わった後ももうすぐこうなんです。これがすごいです。でまずこれをやるためには大前提としてやっぱり筋力ある程度必要。まず体幹部分だったりとか上半身だったりとか背筋だったりとか太ももだったりお尻だったり、上岡選手の体どこ見てもしっかり筋肉ついてるのも分かりますよね。筋力ベースが非常に高いです。姿勢もすごい綺麗だから体の使い方が上手ですね。どうやったら自分の姿勢をコントロールできるかをすごく分かってる。皆さんに真似してほしいとなんですけど、まず構えですね。基本ベース、ここがベースで曲がってる。この股関節ベースで曲げた構えが、これ超大事。普通の選手は膝がベースで構えてる。こうなのかこうなのか全然違う。上岡選手は股関節がベース、普通の選手は膝がベースになってるので、まずは皆さん股関節をベースにしっかりと構える。これはもう今からでも真似できます。今日の練習から真似できる。もちろんそのボールによって変えるっていうのはあるんですけど、基本は
常にこの体勢を意識、これでランダする。それからストロークを打つ時の構えてるシーンをちょっと皆さんこう見てほしいんですけど、ウェブ選手こんな感じで構えてますよね。右腕をしっかりこう後ろに引いて、で右の股関節を曲げて、しっかりお尻を落として、こういう状態。やっぱすごいなって思うのが2点あって、まず下半身から見てほしいんですけど、溜めるじゃないですか。この右足、右のお尻にめちゃくちゃ乗れてる。これなんでできるかっていうとですね、この膝の曲がり具合見てください。右膝の曲がり具合で、これ皆さん膝ってどうなってます？つま先より前に全然出てないですよ。こういう構えって一見良さそうに見えますよ。だけどこれだと前ももの力しか使えない。前ももの力でうーっていうのはやっぱりね、ちょっと効率悪いし、大きい力だと、もも裏とお尻のパワー使うってなったら、こういった時に膝が前に出ないで、こんな感じです。すねがまっすぐ垂直に立ってる。それで体起きちゃうと、股関節も膝もあまり曲がってない状態になって、下半身のためができないんで、股関節をしっかり曲げる。ウェク選手のお尻見てください。サラブレッドみたいな。電筋がしっかり発達してる。大事なことは、とにかくヒップヒンジをちゃんとできるようにしましょう。これはめっちゃ大事です。それからもう一点。構えてね、背骨のライン見てください。背骨、ここが上川選手はめっちゃこうまっすぐです。これがこうなる人とかめっちゃ反る、もしくは丸くなっちゃう、こういう人多いんですけど、上川選手がクワッとこうまっすぐ、これが超大事です。背骨がまっすぐイコール腹筋も背筋も同時に使えてる状態。腹筋使うとこうなります。背筋使うとこういう感じで、腹筋も背筋もどっちも使えてるとバランスが取れる。これね、実際問題できてない人めっちゃ多いです。なのでバランスする点はしっかり股関節を使ってボールを打ちましょう。それから腹筋背筋をしっかり両方使えるような姿勢構えを体に覚え込ませましょう。この2点ができないと上岡選手みたいなストロークを打つことはかなり難しいかなと。背骨を、まあ、要はフラットに保つことです。まっすぐにする。この感覚皆さんあります？これあんまないです。この鍛え方を教えます。それでは背骨をフラットにしっかり保つためのトレーニングを教えていきます。デッドバグというトレーニングです。仰向けに寝っ転がります。でこの時にしっかりと背骨が床につきますよね。この時に腰のところも隙間を埋めて、全部の骨が床についている状態を作ります。床に入れた方が背骨がどうなってるかっていうのが分かりやすいです。この状態で足を持ち上げて前ならえします。この姿勢でも床に全部くっついている状態を作りましょう。あとはこのまま、例えば両手をバンザイして、両手をバンザイしても腰は反らない、足を下ろしても足が反らないでついた。これがこうなっちゃうと背骨がフラットに保ててないんで、足を下ろしてても保てるように。僕もここまで下ろすともう耐えれないんで、多分この辺までかなりこれは難しい。少し下ろしていって耐えれるとこまで下ろしていって戻す。最終的には対角線上に動かしていく。これでも背骨のフラットは崩さない。というふうにですね、今のがちゃんとできないのに、これで背骨まっすぐ、まず難しい。なぜなら感覚がないからです。腹筋も背筋も使えてるっていう感覚を養ってこそこれができるようになるので。デッドバグのトレーニングをぜひやってみてください。それから次はヒップヒンジ。上岡選手も素晴らしいもん、ヒンジの精度が超高いことです。これを練習する方法を教えます。それでは上岡選手のように美しいヒップヒンジ、ためを作るためのトレーニング方法、
ウォールヒップタッチという方法を教えます。壁に背を向けて立ちます。そしたらある程度離れます。この距離っていうのは微調整をしてほしいんですけど、ここからヒップヒンジ、股関節を曲げてお尻で壁をこうやってタッチしてください。ギリギリこうお尻がくっつくぐらいの感じです。これ膝曲がったらどう頑張ってもつけない。なんで股関節を曲げてってあげるとつける。でこの感覚が一番分かりやすいです。普通に綺麗なスクワットしてたら股関節も曲がってるけど膝も曲がってるんで壁につけます。この時に大事なのが腹筋背筋の同時収縮、どっちも使ってる状態です。でそこを行きました。その時に両手をバンザイします。バンザイした時に何が起こるかっていうと、腹筋が弱い人はめちゃくちゃ腰が反る。で背筋が弱い人はきつい、こうなります。なので腹筋も背筋も正しく使えてないとこうやって綺麗に手が上げれる。でこれができるとこの形が上岡選手のここのさっきのこの形につながってくるわけです。腹筋背筋を正しく使った状態でこれができるからこれができる。これができないと上岡選手のあの形はできないということになります。トップ選手と同じ動きをするためにはトレーニングも絶対に必要ですよっていうことを塾長はここで強く皆さんにお伝えしたいです。なぜならみんなは打つ練習はめちゃくちゃ頑張るけど、そういうトレーニングとかを頑張らない。でも上川選手とかこうトップの選手っていうのはそこをね頑張ってきたからできるんですよ。積み上げてきたから今の上川選手がと思うんですよね。というわけでウォールヒップタッチとデッドバッグトレーニング、ぜひやってみてください。皆さんいかがでしたでしょうか。上岡選手のすごいところがちゃんと分かったんじゃないかなと思います、うん、今日は1シーンを切り取って説明させてもらいましたけど、本当最初から最後までそれができてるんですよ。ヒップヒンジでずっとこれで動いてる。これが本当に上岡選手のストロークの強さの源というか、あとやっぱ準備が早くなりますよね。これで動いてるってことはこのまま引ければもうストロークの構えになります。のけそってってなったらまた作り直してってなるじゃないですか。丸くなってまた作り直してみたいな、これがないです。これがないからああいう高速のラリーの中でも自分のこう球を打ち続けれるし余裕があるんですよ。榊原選手を見る余裕もやっぱりそこで生まれてくるので、やっぱり改めてヒップヒンジってめっちゃ大事な動きだなと思いましたし、脊柱をフラットに保ってどれだけ動き続けれるか、真似するためにはトレーニングしてください、はい、じゃないと多分無理です。トレーニングも頑張ってやっていきましょう。最後まで見てくれた塾生の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信しておりますので、まだチャンネル登録をしてなかったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。